鶴見駅中距離電車停車等推進規制会は、神奈川県横浜市鶴見区が設立した鶴見駅への中距離電車の停車を要望する市民団体である。本校では、同会の概要及び活動について記す。鶴見駅は、京浜工業地帯の中央部に位置し、JR 東日本の様々な路線が結線する横浜市有数のジャンクション駅である。東海道線。 鶴見線、横須賀線、南部線の計4路線に加えて JR 貨物の貨物路線が乗り入れている。また、鶴見駅周辺部は横浜市の副都心と定義されており、鶴見区の人口は年々増加し、鶴見駅の乗車人数が市内 JR 在来線で4番目に位置する高需要駅となっていることから、 東京都心方面へのアクセス性向上が、鶴見駅利用者の長年の悲願となっていた。しかし、これだけ多くの路線が集中しているにもかかわらず、旅客が利用できる系統は、京浜東北線と鶴見線のみであり、速達性の高い上の東京ラインや、湘南新宿ラインなどは、鶴見駅に、プラットホームが設置されていないため、旅客利用することができない。これを受けて、 主に中距離電車の鶴見駅停車を要望する団体として2014年に規制会が設立された。2019年時点では主に相鉄 JR 直通線の鶴見駅停車に焦点を絞って活動を続けている。2019年に開業した相鉄 JR 直通線の全列車が鶴見駅に停車することを目的として JR 東日本に 鶴見駅への相鉄、JR 直通専用プラットフォームの設置を要望している。武蔵小杉駅、羽沢横浜国大駅間は約1 7 6トルで所要時間は15分であり、東京の電車特定区間で最長の駅間となっているため、中間地点に旅客営業駅を設置することで、鉄道施設の効率的な活用と乗客分散が期待できる。 また、相鉄線から都心方面へのアクセスには、横浜駅を経由する動線と、相鉄 JR 直通線を使用する二つの動線があり、全車の乗客が鶴見駅で乗り換えを行うことで、横浜駅の混雑を緩和する効果がある。鶴見駅へのプラットフォーム設置による代表的な効果を下記に挙げる。鶴見駅には多数の鉄道路線が集中しているため、 現状ではプラットフォームを新設する土地を確保できない。そのため、既存設備を改修して、ホームの設置空間を捻出する必要があるが、24時間運行している貨物列車のダイヤへ影響を与えずに試行時間を確保することが大きな課題となっている。横浜市が2014年頃に行った見積もりでは、プラットフォームを設置するための土地確保が、 物理的には可能であると結論付けたものの、後期が12から14年と長期にわたると予想されている。また、180から200億円と試算された工事費用の年出も課題となっている。このような地元の要望に基づく西岸駅の場合、本駅近隣の武蔵小杉駅や東戸塚駅の例のように、地元自治体による負担が原則となる。神奈川県、横浜市、 鶴見区 JR 東日本間でのさらなる協議が必要とされているが予算年出に関する具体的な情報は2019年時点で開示されていない。ありがとうございます。